去年この県駅伝ですごくその水上のゴールを目の当たりにしてもう絶望的な気持ちになってすごく辛かったんですけど、この1年間その悔しさをバネに練習してきて今日優勝できてホッとしています。これからみんなで切磋琢磨して1時間10分を切れるように頑張りたいと思います。第1列目の、選手、ライン当たらないように、前に行きますのでちょっと下がって、待っててください。高木くんラスト。これ高木頑張れ。ボーヘラストラスト。目標だった優勝ができたんですけど、その全体としてまだ目標タイムには全然届いてなかったので悔しさもありました。やっぱり駅伝だと一人で走ることが多いんですけど、やっぱ一人でなった時にどれだけスピードを出して走れるかっていうところが課題だと思いました。長い区間を走ってチームの流れを変えられるような走りをしたいです。20より当たります。